べて帰る。まあ、そうです。どこ本でやるリミ？これ。うん。いや、いや、いや。うん。けさ、今日の家ピンク。あ、そうだね。ピンクあったかもね。そうなの。すごいこれ。でもチョコちょっとしかないね。ね。チョコちょっとしかない。ちょっといっぱい入ってるイメージだったけど。いや。案外浅かった。浅かった。まあしょうがない。ちょっとつく感じだね。あ、まだだわ。もうちょっと？はい、出来上がり。こんな感じ。お箸で食べちゃうね。うん。ごちそうさまでした。お腹いっぱいですね。やばいね。ねえねえ、金の玉どうすればいい？金の玉？何これ、ポップコーンのやつ持ってきたの？何かと思った、金の玉って。リミ、このリュック超でっかいよ。うわ、ね、ポッパーよくね。リミちゃん、何を買ったんですか？じゃじゃーん。何これ？スマホ入れ。スマホ入れ、あ、ここにスマホ入れて首からかけるの？しかも、あ、中もこもこ。こうやって首からかけるってことか。こうやって。しかもね、うん、あのね、ここにスマホ入れてもし、ここにスマホ入れて。ここ透明だから見れるね。クマね。ほら、テープ。すごい。コスメストア。控えめな色よくない？これだったら塗りすぎちゃってもさ、ほら、キャンディーシュガーだって、カラーが。はい、ということで、もう夜も8時になっちゃった。でもまあ午後ね、見えるかな。あの上野駅のさ、時計あるじゃん、ジナね。アメ横歩いて買い物して、リミちゃんこれがもう嬉しくてしょうがないね。スマホケース、もう入れてる。え、入れてんの？それパパのケース、スマホ、ティッシュとか。あ、ティッシュとか入れてんの？ガラスタボーイっていう、パパが大学生の時もあった。
はい、しほちゃんは、まあ、いつもと変わらぬお買い物はね、しほちゃんもね。ウィゴーとかだから、別に上野じゃなくても行けるとこ行っちゃう。でも丸井もね、デパートデパコス、見ただけだけどね、デパコスは。デパートで売ってるコスメはね、デパコスっていうの。丸井はデパートだよ。デパートいつも行かないから初めてじゃない？おい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 じゃない。10度だって今。寒い10度だよ。帰るよもう。本当？8時4分。はい。いなくなっちゃった。じゃあ帰りましょうね。うん。はい、帰ろう。さようなら。グッバイ。グッバイ。next time. See you next time.Gummy bear. Sunday.